アルバート・ゴンザレスアルバート・ゴンザレスはアメリカのハッカー。アメリカの小売業者のサーバーに不正アクセスし1億7000万件近くのクレジットカード情報を入手したアメリカ史上最高のハッカー。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。8歳の時にコンピュータに出会う。高校でもコンピュータに関係する勉強を続ける。 ゴンザレスと二人のロシア系人物は共謀して2006年3月頃から、米決済会社ハートランドペイメントシステムズのシステムを導入する大手小売企業や、金融機関等の内部ネットワークサーバを、ウォードライビングで見つけマルウェアを仕掛けパスワードを入手、SQL インジェクションで攻撃するという手法で米、米セブンイレブンや、ハンナフォードといった企業から1億3000万人分の、 クレジットカード及びデビットカードナンバーを入手。TJX 社のシステムを利用するバーンズノーブル、スポーツオーソリティ、フォーエバー21といった企業からも4000万人分の情報を入手した。基礎上によれば盗んだデータはヨーロッパのサーバーに暗号化し各国の名簿業者などに販売した額の利益を得ていた。しかし2007年5月に逮捕される。裁判官は アメリカ史上最大のコンピュータ犯罪だと球団。2010年3月、検察の休刑懲役25年に対し懲役20年を言い渡した。ゴンザレスは判決を言い渡された時も反応はなかった。ありがとうございます。